11月13日は、グレゴリオ歴で年始から317日目にあたり、年末まで、あと48日ある。ヤンバルクインの発見コロンビア、ネバドデル・ルイス火山が噴火。泥流に飲み込まれた、アルメロの町パリ同時多発テロ事件、ローマカトリック教会の理念を確立したキリスト教、恐怖、アウグスティヌス誕生100年戦争勃発時の、イングランド王、エドワード3世誕生。 ガーター騎士団を創立した、イギリスの小説家、ロバート・ルイス・スティーブンソン誕生。宝島、ジキル博士とハイド氏の作者第56.57代内閣、総理大臣、岸信介誕生アメリカ合衆国の女優、ウーピー・ゴールドバーグ誕生、300、300で、レオーニダス王を演じた、イギリスの俳優、ジェラルド・バトラー誕生プロレスラー、棚橋博史誕生歌手。 高田組誕生獣王子、マクベスを倒したスコットランド王、マルカム三世戦士、徳川家康の側近として活躍した、天貝い磁石、徳川綱吉の勘定奉行として、貨幣外中制作を行った、小木原茂秀ボツイタリア出身の映画監督、ビットリオデシーカボツ。代表作に、自転車、泥棒、執着駅など、文芸映画の巨匠、豊田史郎ボツマラソン選手。 金栗四十43没。1912年のストックホルム大会での約54年かかったレース記録で知られるラティーノヒートエディゲレロ休止。ありがとうございます。